じゃあいいですか。はい、ありがとうございます。じゃあこれでいきましょう。いきましょう。はい、これカニ良くないですか。いやこれすごいすごいな、これこれ良くないですか。いやちょっとやめてください、そのその聞かれ方は恥ずかしい。その聞かれ方は恥ずかしいんだよな。真似をされながら。え、これ。うわ。これ良くない。ええ。良くないですかこれ。いやいや実際すごい。実際すごいけど、その聞き方。え、どうですかカメさん。言いづらい。いやどう。言いづらい。そう、感想が言いづらいんだ、ただただ。あ、どうぞブンブンしてもらって。はいはいはい。あ。もうこれ、これでいいんですか。え、もういいんだ。高見さん。いいんだこれ。すごくないですか。いやすごい。いやすごいんですけど、すごいんですけど。え、これ重量どうなってる。これは重量どうなってる。これすごくないですか。だって。いやすごい、すごいですよ、すごいですよ。いやあのだからすごくないですかって聞かれるとすごいですって私は言うしかないんだ、だから。私の口からすごくないですか出ないんだ、もうそうすると。でもすっごこれ。じゃあ加賀美さん、加賀美さん、じゃあこれ、はい、あのカニの方乗ってみてください。ちょっといいんですか。乗っちゃってくださいよ。いいんですか、ちょっと乗っちゃってくださいよ。いいんですか。あのごめんなさい、それはつまりあのひまりさんの脳の中ではあの私がカニに乗ると私がすごくないですかって言うと思っている。それはいや、そんなことはない。そんなことはない。そんなことはない。来た。え、すっどうですか。すごくないですかこれ。すごいですねこれ。え、ベストな反応。すごいなこれ。お手本だ。すごくないですかこれ。ちょっと店じまいしそうなんですけど。さて、お鹿の赤ちゃん。マジか。え、鹿の赤ちゃん見てない。見たい。超ちっちゃいんですけど。何ですか。言う前に。違う。言わないんだよな、別に。そうは言わないんだよな、そんなに。可愛くないってことですか。いや、可愛くないですか、これ。ちょっと、見てきてください。皆様、ね、よろしいですか。大丈夫です。はい、順番はまた神聖なツイスター上です。同じでよろしいでしょうか。じゃあちょっと変えますか。ここにもやる気よくないですか。よくないですか。ちょっと見てください、この見てください足。すごくないですよ。すごくないです。すごいですよこれ。はい、肩よくないですか。本物いねえのかや。本物も呼ぼう。来いよ。本物が一番強いんだろ多分。あんだけ足上がるんだから。加賀美さんいるじゃん。こうですね。社長いる。良くないですと。なるほど。でも来てもらいます。で、俺からローションの時には。よくない。ローションで呼ぶ。呼びます。社長には来ていただきます。ありがとうございます。ボルメテウスも来てもらいます。ボルメテウス。バーチャルドライブ。幸福へと平安を。さあ歌おう、バーチャルトゥーライフ。よくないですか。チャイカさん、よくないですか。ちょっと見てください、ヤシロさん、これよくないですか。すごい。ちょっと意味がわからない。すごい、これは、これはわからない。すごいの、よくないですか。これすごい、よくないですか。これわからない、全然意味がわからない。よるみさん、よるみさん、よくわからない。似てきたな、似てきたな、似てきたぞ。ここやっぱここのソースケめっちゃ可愛いんだよな。私やっぱマントの留めがねめっちゃ可愛くて好きだわ。社長みたいなポーズ。本当や、本当や。私カードゲームするんか。あ、ほんとや、社長みたいなポーズだ。これ良くないですか。履いてない。履いてない、履いてない。これ履いてなくないですか。絶対こんな社長は嫌だシリーズになりそう。絶対言わないからな。ね、これは絶対履いてないですよね。いや怒られるわ。すいません、社長ファンの方いらっしゃいます。マジですいません、絶対言わないです。社長は絶対に、絶対に加賀美社長言いません。あー、スパちゃんありがとう。これトスケビじゃないですか。
マジで怒られ、マジで怒られる。やだよ、私社長ファンに怒られるの。これキモくないですか。それポジティブなのかな。社長が絶対言わないシリーズ、これキモくないですか。いや、これはキモくないですか。ワンチャン言いそうではある。これめっちゃキモくないですか。こういうこと言うのあんまり良くないかもしれないんですけど、めっちゃキモくないですか。これワンチャン言いそう。履いてなくないですかよりは絶対言うな。ワースト1位だから、社長が言わなさそうな言葉ナンバーワン履いてなくないですか。だからいや、ナンバーワンではない、これめっちゃエロくないですかとかの方が言わなさそうだから、そろそろ怒られるわ。やめよう、このシリーズ、このシリーズやめよう、怒られる。うわ、なんかちょっとすごいいいな、すごい良くない、これ、これすごくないですか、これすごいな。いや、これすごいぞ。三段活用だよ。社長のすごくないですかは実は三段活用だから。え、これすごくないですかっていうまず最初の驚きがあるんだよ。で、改めて見て全体像を見て、いや、これすごいな。で、一人つぶやく、うちに入る形の、いや、これすごいなっていう、その三段活用がすごくないですか。三段活用だから、え、これすごくないですか、いや、これすごいな、いや、これすごいぞ、これね、あー、これめっちゃいい。あー、それね、コンボは、コンボのフィニッシュ入れる時のやつだね、コンボに。あー、はいはいがつくと確定演出。あー、はいはい、いや、これすごいな。ちょっと笑いをプラスするんだよ、その場合はね。あー、はいはい、いや、これすごいな、これね。よくないですか、みんな好きすぎる。俺でもさ、ちょっと俺さ思うんだけど、よくないですかっていうか、あの、かっこよくないですかみたいな感じのモノマネをさ、一番最初にしたの俺だと思ってるんだけど、初出、まあ別に俺から発生したものでは絶対にないんだけど、俺から発生したものでは絶対にないけど、一番最初に気づいてたのは俺だと思う。すっかり使いづらくなった。今やると、なんていうの、その流れだと思われるやつになってしまったっていうやつ。俺は昔から、ハヤトさんこれ言うよね、っていうつもりで使ってたんだけど、あ、出た出た、最近の良くないですか構文ね、になってしまうなと思って、もう俺はハヤトさんの真似をするときに良くないですかは言えなくなった。別のこと言うしかない。やっばいなこれは言うしかない。もう、え、やっば、え、やっば、これをやるしかない。あ、いいなこれ、いいなこれ、いいなこれ、この辺を使うしかない。あ、いい、すごくいい、すごくいいですよこれ、これだ。俺今度からこれ路線に行くしかない。え、めちゃくちゃいいな、めちゃくちゃいいなとマイクラで思い出したけど、今日あれ見ましたよ、あの今日あれ見ましたよ、真由澄さんがなんか私のモノマネの起源を主張しているっていう。起源は私なんだ、そもそも。